うちに記すは、未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手をもって開封せ。汝が意志、見届けたり。ならば、伝え聞かせよう。これまで続く忍びの歴史を。終わりなき戦いの連鎖を。創生に始まり、大続きを経てもなお、やむなく続く連鎖がある。忍びとなり、一族となり、里となった糸まですら、戦乱は絶えることなく、なおも高ぶり、そして、憎しみは広がる。かの二人をついに立ち戦い続けた。黙とう世界を離れ、口寄せの術。あれは、ここで叩く。キュービー、キュービーめ、あれ、黙とう黙人の術。スサノオ、お互い温まってきた頃だ。ああ、勝負。やるのは柱だ。だがまだ終わりではない。Thank you.
暴走は終わらない。なおも忍びは戦い続ける。己の信ずる道を歩むために。世界にはもはや希望も未来も。お前は…オビト…予感はしていた。だが信じたくはなかった。俺の予想は外れていてほしかった。なぜならお前はあの時英雄になったはずだろう。忍びの掟にもあるでしょ。時間は厳守すべしって。だいたい一人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。決まりだルールだ、お前はそればっかりだな。少しは慈悲の心ってもんがないのかよ。ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。まあ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 、二人ともやめなよ。同じチームなんだからさ。リンは甘いんだよ、オビトに。今日は俺にとっても大切な日なんだからさ。そうだよね。あ、なんだっけ。じゃ、その話をしながら目的地に進もうか。さて、今回の任務について説明をするよ。まず、土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるね。気づかれたか、大した奴らだ。大丈夫カカシ。援軍はないみたいだね。カカシの疲労も大きい。ひとまずここから交代して陣を取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ、ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやら。口を開けば言い訳ばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。道中は渦巻いていた。正しきは何なのか、まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を、前へ、前へ、少年たちは懸命に走っていた。さて、ここからは二手に分かれる。みんな、頑張るんだよ。さあ、カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ。リンはどうすんだよ！おい、遊びはその辺でやめとけよ。
ああ、死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの。この葉のガキだ。大丈夫か、リン、カカシ。オビト！くそ！やめろ。いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして。この区内の樹式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は。俺が全員倒したよ。リーは、リンはどこなんです。俺は死んだのか。ここはあの世との狭間だ、ウチハの者よ。強がって傷を隠してもダメ。ちゃんと見てんだから。リン。またリンって言ってる。さっき外行ってたんだけど、君の言ってたリンってのがヤバいよ。何があった。カカシってやつと二人きりで霧隠れの忍びたちに囲まれてる。
飛来神二の段だよ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑るもの、やりようはいくらでもある。本当にオビトなのか。生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。よし、このまま追い詰める。ああ予選なると、この状況で影分身は意味がない。所詮は烏合の衆。これでもう烏合の衆じゃねえ。今ここにあるのは。てめえらはこの術でぶっ倒す。この世界は終わらせる。本部より連合軍に通達。おのおの、ここが勝負の時だ。事前に伝えた作戦を遂行し、準備を追い込め。行くってばよ、みんな。ドドン大地豪華。今こそお前の言う忍び連合軍の術だったよ。
これで終わりなどと勘違いしているわけではあるまいな。これで連合の頭は潰した。まあ基本だな。で次はどうする？続きだ。奴らに絶望を教える。丁寧にな。これからこれが続く。お前の軽い言葉も理念も全て偽りになる。ナルト、この現実に何がある？現実にいる必要がどこにある？いい加減こっちへ来い。さっきネジ兄さんが言った、ナルト君の命は一つじゃないって意味わかる？仲間は絶対殺させない。お前と違って俺は繋がってたもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。やはり貴様は幼稚だ。仲間の死の痛みを繋がりとのたまうなら仲間を守る必要もないはず。そういうこと言ってんじゃねえんだよ、ヘレクツバカ。仲間とのことならどんだけ痛くても我慢するっつってんだ。それを捨てたくねえって言ってんだ。わがままかもしんねえけど、ここに仲間がいねえのが一番痛えんだよ、俺は。以上。で、俺は一体見つけた。水月、それに十五か。探したよ、本当。もういいのか？肩慣らしだしね。この程度でいいわ。それに戦ってみて分かった、以前とは少し違うよね。木の葉の、それも内葉の神社の地下にこんなとこがあるとはね。さて始めるわよ。これが初代火影、忍びの神と謳われた千住柱間の本物か。これは一体どういうことだ？我々を封印していた式風神の術、おそらくはそれを解いたのでしょう。そしてその後江戸転生を。初代様、どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです。貴様、また江戸転生の術か。わしの作った術をこうやすやすと。今回は少し事情がありましてね。
彼のたっての希望で話し合いの場を設けたまでです。俺は内葉サスケ。指を下ろせ。わかった。ガッハッハッハ。いやすまんすまん。さて、里についてか。もちろん話してやってもよいが、血と長くなるぞ。いいえ、できれば早急にこの子の聞きたいことを話してあげてください。どういうことじゃ。今は戦争中です。内葉マダラが復活し、この世の忍びを消すつもりで動いています。終わりだ、マダラ。なら、さっさととどめを刺せ。できないか。それが柱間、お前の甘さだ。くっ。俺はこの時覚悟を決めた。今を見守るために耐え忍ぶ覚悟だ。今マダラがどう復活したのかは分からぬが、俺は確実に友を殺した。里のために。そう、この里をイタチを無にはさせん。決まりだ。では早速向かうとしようぞ。それがあなたの選んだ道というわけね。では見せてもらおうじゃない。内葉サスケ、あなたが起こす新しき風を。本当の夢とは何なのだ。なぜ何も教えてくれない。ホカゲ様。何事だ。内葉マダラがこの葉に。そうか、戻ってきてくれたか。この葉隠れに謀反。ほう、ここからの眺めは懐かしいぞ。渦巻一族といえば思い出すな。俺の妻も兄じゃ。思い出に浸っているところ悪いが、そういうのは今度だ。いや、その前にやるべきことがある。ん？なるほど、確かにここなら迷惑はかからんな。さて、今から我ら三人がお前たちの力を確かめる。ここで力不足と判断されれば。能書きはいい、さっさと始めろ。ちょっと挑発はやめてよ。もっともぞ、俺たちに時間はない。おお、隙が見当たらぬ。なかなかの忍びぞ。面白い。暮らすのはまだ先だ。最後に、うん、何を遊んでいる。水遁水晶波。水月、やっぱ僕だよね。あまり長くは持たないから。やりおる。
びの術。さてどうする。このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。マダラも驚くだろう。これほどの強者が戦場に現れれば。つまり合格ということですかな。まあ、想像以上だったと認めてやろう。おさて、他の者たちを待たせている。里に戻ろうぞ。待たせたな。いえ、それで結果は。うん、問題ない。このメンバーで戦場へと向かうとしようぞ。遅かったか。いや、ぴったりだぜ、父ちゃん。ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺が火影になり、里を変える。火影になった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者が火影になるんだ。サスケはお前に任せる。任せとけ。火影になるのは俺だってばよ。そんなに火影に憧れてくれるのは嬉しいが、お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。
そろそろか。この戦いはお前の勝ちでいい。だが戦争の価値は譲らん。おびた、お前だったのか。これは、まあいい。飛来神のマーキングは決して消えない。それは教えてなかったね、オビト。なぜ？あっけなかったな。あとはマダラを封印すればこの戦争も終わりだ。何をもって終戦と決めつける？裏切り者の同胞よ。やはりこうでないとな。お前との戦いは、しかもどちらも江戸天聖、半永久的に楽しむことができる。こうして俺と戦うことがお前の狙いではないことは分かっている。お前の真の狙いは何だ？そうだな、少し昔話をしてやろう。柱間、その後どうなってしまったか説明がいるか。おお、大丈夫かい？厳しそうなら一旦俺の後ろに下がって時間を。そうやってまた何かを守る演技をするのだな、あんたは。だが今度もこの世界はこれで。ナルト、もう終わりか？俺は行く。ナルト、次で決着をつけるぞ。そんなこと、そんなことあってたまるか！思いの強さが剣に宿る。布ぼこの剣だ。もうお前らは俺に勝てん。サスケ、決めるぞ。
なぜ俺はあんなイメージを。あとは封印するだけぞ。我らが待望のために。交代だ。終わりだ。大丈夫、すぐに助けてあげるよ。甘いな。そのしてみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。ある忍びがこの無知な俺に教えてくれたのだ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。俺はもうあんたにまたがれることもない。己の名を語らせ他人に全てを任せることは仲間に託すこととは違うと今ならわかる。俺はあんたじゃない。俺はそう、今の俺は火影を語りたかった。もうわかっただろ。お前は内葉尾人だ。一気に出す。いいぞ、もっと踊れ。もうあれで消えしかない。
耐え切ったぞ。この勝負俺の勝ちだ。なんだこの感じは。これがガイの最後の技。この俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはない。だからこそお前の存在は容易に気づくことができた。何度も何度も貴様は何度俺の邪魔をすれば気が済む。渦巻きナルト。いてて。あとはわしに任せよ。この内葉マダラを蹴落すほどとはな。加賀先生、目開けてみて。嘘、どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども。この方法でガイも。うん、話はそこまでにしておけ。そろそろ来るぞ。おそらく奴はリンネガンを揃えた状態になっているはず。いい加減しつこいぞ。次で決めっぞ、サスケ。ああ、この俺が。貴様ら、貴様らごぞき。この俺がここまで。見事と言うしかないな。だがな、本当の夢を叶えるのはこの俺だ。
でも言うと思ったか。黒田つ貴様マダラ、お前は救世主でもなく、そして終わりでもない。な、何を言っている。お前を作ったのは俺だ。お前は俺の意志そのものなんだぞ。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志は大津月かぐや。今だ。オビト、目が覚めたか。カカシか。俺は死んだはずじゃ。簡単に説明するよ。よっしゃ。し、抜け出したか。サンキュー、オビト。こっからは俺たちもやるってばよ。死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。ここは超重力の空間か。体がおめえ。だが奴もかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい、母さん。さっさと終わらせて、この空間から出よう。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト。お前には、いろいろと教えられたな。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって、本当にバカなやつだな。俺の友。ありがとう。お前に借りたこの力で、あいつらを、世界を守る。カカシ先生、大丈夫か。チャクラを一つに。チャクラを一つに。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。それがお前たちに残された終わりの道。つまるところ、忍びという歴史の終わりだ。
チャクラの祖であるわらわがこのような分散したチャクラどもに敗れるとは。なんていうのかな、お前らの第一印象は嫌いだ。今のお前らは大好きだ。行くぞ！行くぞ！チマス天聖！自由の身か、えらく時間かけやがって。悪い、でもこれで全部終わりだ。って、めでたしめでたしな雰囲気になってるけど、私たちってどうやって帰るのよ。あ、そういえば安心しろ、このことに気づいた陸道の力で戻してもらえる。さて、わしも向こうに戻ることとする。だが別れる前に聞いておきたい。ナルトとサスケ、我が母カグヤと戦い、己の出した答えに変化はあったか？答えは変わんねえよ。仲間を守りたいってのは昔からの俺の望みだから。そうか。あ、そういや、無限つくよみにかかったみんなはどうなるんだ？俺っては早く助けてやりてんだけど。下術のやり方は簡単だ。美獣すべてのチャクラを持つナルトとリンネガンを持つサスケが互いに根の因を結びさえすればいい。なんだ、意外と簡単なんだな、サスケ。ああ、良いのか、あの時のお前の答えは。奴らを解放することは構わない。ただまずはこの無限つくよみの中、今の五影どもを処刑してからだ。クラマ！ナルト！俺が必ず助け出す。少しの間辛抱してくれ。これで邪魔者はいなくなった。お前以外はな、ナルト。サクラちゃんに現実までかけることがねえだろうが。懐かしいな、サスケ。前と同じだ。ここでまたお前が負ける。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。それにホカゲだってお前には渡さねえ。お前はホカゲが何なのかまるで分かってね。
俺の望みは革命だと言ったはずだ。俺の言う火影はお前のそれと全く違う。ウチハイたち、影に生き影から里を守りきった兄の生き様はお前も知っているだろう。俺の思う火影とはまさにそれだ。闇にいようと里を思い、一心に憎しみを受けようと平和のために行動する。そのためならいかに己の手を汚そうとも構わない。そこで生じた憎しみは俺が引き受ける。ナルト！サスケ！お前がいなくなればもう俺の革命を邪魔する者はいない。させやしねえよ。俺とクラマでお前を止める。歴史や仲間やみんなのつながりを守る。もちろん これで俺は一人だ。どうした？まさかもう諦めたわけじゃないだろうな。ナルト。まだだ。まだ行かせねえよ、サスケ。なんでだよ。何度も何度も
何度も何度も何度も。なんでお前は何なんだよ。お前は一体何なんだ。友達だ。だからお前を一人になんかしねえって言ってんだ。てめえはこんなになってもまだそれを言うのかよ。もう分かったはずだ。俺はそっちに戻る気は。俺が諦める気がないのも分かってるはずだ。もうお前に何を言われてもこの意志は変わらねえよ。俺はお前に手を伸ばし続けてやるんだ。最後まで、届くまでな。俺の意志も変わらない。俺はお前を切る。これまでの道を終わらせるために。俺はお前を諦めねえ。これまでの道をずっとつなげておくために。お互いもう残された力は少ない。そう、これが本当に最後だ。ここでお前に勝つ。
やっと気がついたかよ。見ての通りだ。あまり動くと傷が広がるぞ。そんなになってまでなぜ俺の邪魔をしたがる。俺は闇に入り、全てを切るために力を得た。どんな奴でも当然、そんな俺とのつながりを一度は切ろうとした。だが、お前は俺を決して切ろうとはしなかった。なぜ、そこまでして俺に関わろうとする。何度も言ってんじゃねえか。もう分かってんだろ。いいから答えろ。友達だからだ。いつ。まだ体を動かすのは無理か。せっかくお前をぶん殴って目を覚まさせてやりてえのによ。なんだよ。こんなになってまだやる気かよ。足りねえだ。何度だって認めてやるよ。は？俺の負けだ。やっと戻ったね。お前が免責されたのは無限つくよみ解除の功績も大きいが、六代目火影が俺になったことや、ナルトの嘆願によるところが大きかったこと忘れないように。今の俺ならこの忍界が、この世界がどう見えるのか知りたいんだ。